だよ。あなたが来てくれるから準備してたの。さあ入って、今紅茶を入れるから。ん？なに？え？うわあ！違うの、これは脱ぎ散らかしたわけじゃないよ。並べてるだけ。かりんちゃんのパーティーのことを知ってるでしょ。そこに着ていく服を選んでたんだ。今は自分が持ってる中でパーティーに着ていけそうな服を全部出してみたの。でも迷っちゃって、あなたに選ぶのを手伝ってもらいたいんだ。うん、2人に頼むことも考えたんだけど、あなたが選んでくれた服を着たいの。いつも私にぴったりの曲を作ってくれるあなたなら、きっと服も私にぴったりのものを選んでくれると思うから。ステージ衣装、なるほど。いざとなったらそれを着ていくのもいいかもしれないね。一通り全部着てみたけど、どれがいいと思った？このドレスだね。私のお気に入りの一つなの。あなたも私と同じものを好きになってくれたんだね。嬉しいな。あ、そうだ、ちょっと待ってて。からこのお菓子と紅茶でパーティーしよう。パーティー当日、あなたは用事があって来られないんでしょ？だから今やるの。本物のパーティーみたいに豪華じゃないけど、ダメ？今のままでいいんじゃないかな。私服でも制服でもあなたはいつも素敵だよ。わかった。またパーティーをやることになったら、その時は一緒にとびっきりのおしゃれをしようね。さあ、それじゃあ始めよう。私とあなた、二人だけのパーティー。